タルイ駅は大阪府千南市樽井にある南海電気鉄道南海方位線の駅。駅番号は NK36。鉄道省課題補集作詞56番の歌詞にて当駅が登場する。ホーム端式、島式の複合型に面3線のホームを持つ地平駅である。上りホームが島式となっており、南波方面の列車は対比可能な構造となっている。 また、南馬駅側に、下り線から上り線への渡り線が設けられており、当駅で折り返す普通列車が使用している。3番線の和歌山市駅側に秘伝化の引っ込め線が設けられているが、現在は引っ込め線としては使用されておらず、当駅折り返し列車に対する安全速線代わりに利用されている。隣の尾崎駅が特急通過駅だった当時は、 この駅で特急を退避する普通車も存在した。駅舎は和歌山市方面ホームの和歌山市駅寄りにあり、二つのホームは五線橋で結ばれている。2019年時の1日平均乗降人員は7956人で、南海の駅では38位であり、南海本線の駅としては41駅中20位である。 各年時の1日平均乗降人員数は、下表の通り。駅前交差点駅を出て、東に向かうと、バス乗り場がある。駅と北方の海岸の間には、自動車教習所や工場等がある。ありがとうございます。